皆さんどうもどうもよろしくわらしドラゴン TK です。ではね、今日もエンチャントアームやっていきましょう。バカ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 うるせえよ確かにうるせえ。でもバカって言われてこんなに嬉しいのは初めてだ。初めてか。行くぞみんな。バカって言われて嬉しいんか。それなんかさ、新喜劇のアホの逆方言ってもらうけどさ、なんか似てる部分が泣きにしもあらず。あ、ここは言わない。あ、俺が言わない。我が名はブレイオブヘッド。我は世界を再構築するための存在。潜めてるデビル超えの力を得て、蘇る縛りを止めることはコマンドが許す。人間を退くがよい。デビルゴリムの力を得て蘇ってですって、クリンさん。おそらくアスの右腕が3体のデビルゴリムを吸収することが、ブライオブヘッドを蘇らせる原因となったのではないかと。3体を吸収して復活したってことは、デビルゴリムの3体目が潰したってこと？もしくはそれ以上かもしれないわね。考えると、しかもそのモードで全部やってみる。それで負けたら、ここにまた考えるわ。よっしゃ行くよ。スキレってさ、なんていうの、え、なに、ちょっと解説スキは、なにそれ。アース EP ドレイン。 ありがとう。マジかこれ。回復あー、まあ、回復する。遅い。 HP トレインダンスする。フライは X 勝った。あー、遅くなる。 OK。 一匹じゃない、なんか回復するんだな、きっと。そんな気が。じゃあ、終わった。そんな気がしてきた。炎よ、揺らせ、ディムラ。意味がある。え、まだ来とる。お、なるほど。ちょっと見えへん。ああ、メガフェニックスいけるか。やっとく？いっそのこと。ないが。未全開させておいて。どうした、どうだ？メガフェニックスどうだ？よっしゃ、いけー！いのとり！治療する。いいよ。しっかり。OK、ナイス。メビタンパウダーを使って。迷惑かけちまったな。でも待って、ライトビア来るやろ。それは分かってる。下がっても意味ないんだよな。これさ、メガフレアウェーブからのライガが、ちょっとこれを使っておこう。暴れろ、終わりだ。よいしょい。
お、いけた？よっしゃ、いけた。あ、やった。よかった。ふぃ、ふぃやな、お前。やっつけたのか。最高地区。まだだよ、アツマ。来てるよ。こいつはまだ壊れたところを再構築している。ああ、なるほど。気をつけて。ああ、わかった。来るなら来いよ。何度だってぶっ倒してやる。え、嘘、マジ？ちっちゃそうね。え、ブレイオフヘッドどうなんの？じゃあそれ以上にさ、うわ、でっか。なんかさっきと形が変わったのかいつ。おそらく再構築を繰り返すことで進化を続けているのだろう。それってどんどん強くなっていくってこと？やばいじゃん。やばい、やばいけどやるしかないわね。ここまで来たら小山なんかで、ね、やるぞみんな。さっき言っとくわ。暴れろ！第一。暴れなさい。オーケー。メガスラッシュ。オーケー。どうしよう。もう一回用途でやってみるか。暴れろ。よいしょい。遅い。ラインダンサーいらんな。はっきり言って。行くぞ。ストア。行くよい。よいしょい。よし。デススラッシュ R。お？体を再構築しようとしているの。もうだからさ、これはっきり言うよ。いつ終わんの？また携帯が変わりやがった。我が名はブレインオブヘッド。我は世界を回帰させる者。我はデビルゴーレムの主。我を倒すことなど叶わぬと悟るがいい人間。え、嘘。この状態から行くの？じゃああかんやん、おい。ちょ待って。ちょっとカリンを。ひとまず、いや、ちょっと待って、こいつを、ちょっと待って、あ、違う、こいつをちょいと、あ、まあ、間違えた。前に行かせて、iPod ショット、メテオラッシュ、あ、これは、あ、まあ、いいか。ファイヤースクラウド行くか。こいつ誰するかな。どれするかな。まあひとまずこれで行こう。そこか、ヘイ。よいしょい。行くぜ。どうした。元気になって。ナイス。エーテルチャージ。ああ、そういうパターンね。ちょっとちょっと EP は吸われちゃってるよ。なんだかやばい雰囲気ね。おそらく EP をそれを使い攻撃を仕掛けてくるのではないかと。お気をつけください、カリン様。ほう、なるほどね。ハイリカバーボディで。メガキュアダンスで勇気は、あ、ライガーやばい気づいてなかった。どれするかな。こっちがあった。そういや自分の HP と EP を 50% 回復。カリンは後ろ行かせてメガアクアミストで勇気が激
カバーパウダーを使っていく。回復。回復だ。ああちょっとこれは。いつになって終わんのこれさ。マジでそれ思ったわ。うわマジか。今はオートでいい。よいしょい。オッケー。メガ三種いけ。オッケー。もうちょい。何が起こった今。アツマ EX メガフェニックスできんな。あちょっと待って、ミスったこっちに移動させて、リカバーパウダー、そしてライガバー X カットやりたいな。でこいつをちょいと、カリンかこいつ、メガアクアミスト、時はダンスやっといて、アイポッドショットでライガを前に出して X カッターをちょいと直すぜ。オッケーナイス。元気になって。元気出たぜ。元気出た、よかった。オッケーナイス。おっしゃ、エーテルチャージ、まだエーテルチャージするか。相手はもう終わったな。そんな気がするよ。オッケーイ。よっしゃい。終わった。オッケー、終わった。どんだけ、ブレインオブヘッドが、まだ体を再構築しようとしているのか。人間よ、抗うな。ただ運命に身を委ねるのだ。いや、無理。いや、無理。倒しても倒しても一緒やねんけど、ほんま。我が名はブレインオブヘッド。人間よ、我が導きに従うがいい。いや、待って、これ勝てる見込みないんじゃね。メガフェニックスやっちゃう？やめとこ。やめといた方がええわ。で、こいつで、あー、後ろか。令和天やっていくか。いやー、ちょっとそこはな。微妙に、もう令和天やるしかないやんか、これ。ここでメガキワイダンスをやっといて、で、ここで、こいつをやっておく。よし、これで口になって終わんのこれ。元気になって、元気かい。直すよ。よっしゃ、これでデスグラスプ。ああ、なるほど、そういったやつする。ああ、で、あとカリンだけやね。カリンに EP 全開させて、で、こいつでハイポッドショット。お、ちょうど行っとるやん、あっちに。アツマにここでメガフレアウェーブ、そしてお前にはハイアースクラウド。元気になって、やっておこう。炎よ。オッケー。またデスクラフトつく？なんか言いにくいな、ちょっと。うわ、勇気やば。はあ、なるほどね。メガフレアウェーブやろ。で、ライガで。で、これで。メガキュアダンスに、お前は、どうさせる。どうさせよう。
これ使おう。火の力行きましょう。揺らせ、降りな。癒しの力よし直すよ。行きましょい。またデスグラスプ来たよ。誰誰に来た。デスグラスプ一匹だけやってんな。いや一人だけやってんな。あ、アスマかな来たんは。そんな気がするからこいつにこれを使ってファイヤースクラウド。マジかこれ、なんもできんやんか。あ、磨きはダンスやっとくか。でこいつで iPod ショットちょうど当たるからやっといて。元気になって。よいしょい。元気かい。そこがいい。オッケー。デスクラスク誰が来た。あーちょっとやばい。あー今いける。あーカリンちょっとやばいな。あ、いけるか。オートでいってみよう。よっしゃスタンプビートほら。オッケー、いけ、終わった。よっしゃナイスオート、ナイスオートまだ来る？今度こそやったか。やってないと思う。ダメだ、アツマ。このままじゃまた再構築されちゃうよ。今こそ発動使う時よ。時佐渡、時だとやろ。くそ、じゃあどうすりゃいいんだ。君の右腕を使うんだ。俺の右腕。でもブレインオブヘッドには悪魔の右腕は効かないよ。いつかは生と対になる術、発達も使うことができるからな。発達ってのは生で立した力を。そう、それ。アツマ、ハツだ。ハツとかいうやつを使うんだよ。ハツはエーテルを使った最強の攻撃だって修験者のおっさんが言ってたじゃん。今ならアツマはハツを使えるよ。私、信じてる。ああ、分かったぜ。みんな、力を貸してくれ。分かった、行くわよ。よい、よい。え、まだ続くパターン。アツマの右腕の新たな力が覚醒した。 EX アエンチャントアームを手に入れた。え、ここでタイトル名来る。ここでタイトル名来る普通。で、これ使えんのエンチャントアーム。絶対使われへんやろ。振ってないもんだって。アツマ初を使う、初だよ、初を使うんだ。アツマ、初ならばブレインオブヘッドの最高蓄能力をも打ち破れるはずだ。頼んだわよ、アツマ。あ、分かってる。行くぞ、みんな。え、アツマしか使われん。お、エンチャントアームいけるやないの。さて、これはどんな技やろ。みんな、力を貸してくれ。力貸すよ。お、なになに。行くぞ、アツマ。行くぞ、アツマ。行くわよ、アツマ。おお、すげえ。私のサポートもお忘れなく。うん、お忘れなく。お構えけど。手伝ってよ。何故だって言われた。そんなこと言われてもね。これは何なん。遅いな、ユーロ。それは一年前の人間かな。それ分かってるよ。
ようやく終わったか。おー、すげー。で、これで戦闘シーンになるとかやめてよなあ、トーヤ。ブレインオブヘッドってさ、俺たち人間が押し付けたコマンドにただ1000年も従い続けてただけなんだよな。それをさ、やっつけてさ、俺たちなんだか勝手だよな。そうかもしれない。でもね、アツマ、ゴーレムがコマンドに従わないと生きていけないのと同じで、僕たち人間は前に進み続けなきゃ生きてはいけない。だからこれでいいんだ。あ、終わった。よかった。まだ来るんかな。もうでもだ、ようやく。ご視聴ありがとうございました。もしければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル54縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。では、さらば。ご視聴ありがとうございました。もしければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル54縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。では、さらば。ご視聴ありがとうございました。もしければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル54縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。では、さらば。